島県郡山市にあります全陽堂山本整骨院の山本と申します。本日は、最近ですね、肩のこりを訴える患者さんがとても多いんですね。寒さのせいもあるとは思うんですけども、パソコンだったりとかスマホとかで、肩に負担をかけるような姿勢がですね、肩のこりや痛みにつながっている方も多いのかなというふうに感じております。そこでですね、ご自分でできるその肩こりのケアとしてですね、手で調整できるところがありますので、本日はそれをお伝えします。手のですね、この親指のこの付け根の場所ですね、ここですね、ここをグリグリとね、押してみてください。手のこの場所というのは、肩とですね、筋膜がですね、つながっている場所になりますので、ここを緩めてあげることで肩の張り感を調整するということもできます。デスクワークが長い時とかですね、途中でちょっと休憩の時にこの部分をグリ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 押してみてください。はい、本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。